ロバート・ジョーダンロバート・ジョーダン、本名をジェームズ・オリバー・リグニー・ジュニアは、アメリカ合衆国のファンタジー作家。長編ファンタジー、字の車輪シリーズで知られる。アメリカ合衆国サウスカロライナ州チャールストに出身。ベトナム戦争に2度出生した後、サウスカロライナ州下出る士官学校で、物理学の学位取得、合衆国海軍に、原子力技術者として勤務した。 1977年から作家活動を開始。リーガン・オニールなどのペンネームでファンタジー、歴史小説、ロマンスといった多岐のジャンルにわたる著作を成した。ロバート・ジョーダン名義でロバート・ーハワードの英雄、コナンシリーズの新作を書いた後、1990年に竜王伝説から始まるジノシの車輪シリーズを発表。 世界的なベストセラー作家となった。2006年、ジョーダンはアミロイドーシスという難病にかかっていることを告白した。ジノシャリンシリーズは第12部で完結するとしていたが、果たせず未完のまま亡くなった。58歳だった。ありがとうございます。